今回紹介するのは「今日すべきことを精一杯という本です。将来のことをいたずらに思い煩わず「今日すべきことを精一杯やりなさい」医師として多くの患者と交流しその最後を見届ける中で身体的に健康であるというだけでなく 人生の充実とは何かを追い求めてきた日野原先生現場に立ち続けたからこそ見えてきた真実と自身が人生をまっとうする中で得た深い気づきからみじみ出す言葉に私たちは勇気づけられこんな風に歳を重ねられたらと願わずにいられない105歳の意思の原点著者の生きた時代著者の日野原茂明先生は 明治44年生まれで歳になる戦前戦中戦後の激動の時代を生きアメリカへも留学したことがある明治大正生まれの日本人は子どもの時から伝染病や結核で亡くなることが多かった戦争での空襲による集団死も経験した女はお産で男は戦争が死の大きな原因であった 戦時中も空襲で貧しの人々をろくな薬もなく設備もないところで治療した日野原先生ほど多くの人を見とった医者はいないだろうその経験から死生観が語られている幸せに死にたい70代の婦人はがん末期だった亡くなる直前に言葉を残した自分はこの人生の中で何も大したことはできなかったけれども 生まれてきて本当に良かった生まれてきたことに意味があった死ぬ直前はこんな心境になっていたいものだ死ぬ前の最後の一月が生涯の中で最も悲惨で不幸だったら幸せに生きて死んだとは言えないところが病院は延命のためだけの治療をやることがある病院の収入は増えるからだところが ややればやるほど患者がが苦しむ場合が多い。希望を持てば生きる力が出る定年が65歳に伸びてきたがそれからでも新しい出会いもあれば目を輝かすような日々を体験することもできるゲーテもそうだった医師としてあと何年かの短い年数しか残されていないことは知っていながらも気持ちにおいては人生後半戦の始まりにいるような思いで。 希望的に生きていると日野原先生は書いている本書は27年前に出版されたものを元に改編した新板なので80歳前の頃である数年どころか20年以上現役を続けているこれも前向きに生きているからこそであろうどんな状態であれ人は希望をなくしてはいけない富士の病でも 患者と医師が一体となって治療に最善を尽くそうというとき患者に生きる力が湧いてくることを体験した以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします